懐かしいですか40年前が蘇りますか。でもパパの釣りがこの須崎から始まったってのはちょっと嬉しいですね。母さんも元気でよかったですね。しかもこの構想が苦節思ったより7、8年かかってしまったという。恵比寿島ですよ、これが。あ、弁天、恵比寿島ですね。あ、なぜ、あとでターさんと行きましょう。